ちょっとじゃあ一度アドレスを構えていただいて、ちょっと一回なんとなく綺麗に僕しますので、はい。じゃあ普段通りアドレスしてもらって、はい。そうですね。でこれでもう少し、うん、もうここに手があって、目線まっすぐして、もう少し手上から持ってですね。でもうちょっと気持ちさせさせて、はい。で若干体重ちょっと前かけていただいて。つま先に少し体重かけます。はい、そうですね。それでちょうどいいだから、結構手前出てる感じしますよね。はいはい、そう、そのぐらいで別にそんなに違和感ないので、普段結構だからハンドレートに構えてフェースがかぶって見えるんですね。そうです、はい、なるほど。ちょっともう一回、はい、アドレスできたら、あとはもう首ぶつけてクラブ足の裏見せてください。素晴らしい、ナイスボール、これは強一です。ありがとうございます。完璧でした。はい、そう、ありがとうございました。はい、いや、やっぱ構えは重要ですね。構えは重要。ちょっとあの全国の皆さんに、はい、構えは重要だってこと。すみません。皆さん、ゴルフの上手くなる方法は構えです。あとは何も考えなくです。構えです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いや、本当にいかにアドレスが重要かなんですよね。そうですね。それとあの構えの後は、はい、首に当てるっていうのと足のことばっかり考えてるんで、そう、どう当てるか考えない、ね、もう何も考え、そっちを考えなくなっちゃったんです、ね、そう、それでいいと思います。多分井上さん考えすぎなんですよね。はい、はい、本当そうです。はい、はい、あの昔チェックポイントが多すぎて固まっちゃってなるほど、だから所詮ワンスイング 0.9 秒なん で、ね、考えられることって限られてますから。そうですね、はい、でも今のすごい強い当たりだったし、はい、めちゃくちゃ気持ちよかったと思うんですよね。はい、ほんのちょっとしたアドレスのズレがやっぱりスイングのズレにつながって、結果球筋のズレにつながってみたいなところがあるんで。そうですね、はい、やはりこういかに自分がいつの間にかフェースを閉じてたかっていうのが、はい、やっぱそうですね、閉じちゃうとティーショットも球上がりませんし、はい、だから多分閉じてるのに気づかないまま上げるように、うん、だんだんこうやって構えが多分なっていっちゃったのかもしれませんね、はいはい、その可能性はあります。はい、だからだんだん閉じてると思わないんですよ。そうですね、こっちに転がってる、そう、閉じててもこうやると見えないですからね。はい、はいはい、そうですね、だそういう基本的なところっていうのは結構やっぱりこう見落としがちというか、重要です、ね、気づかないところですから。でも本当に気づかないです。これあのこう練習場で打ってると、はい、割と同じとこから同じ、そうですね、あの傾斜で打ってるんで、はいはい、そうですね、練習だと意外とまあなんとかなっちゃいますからね。そうですね、毎回ティーの高さも一緒ですしね。そうですね、絶対確かに。いや今のはでも本当にいい球でした。いや、あの手前が池ですから、はい、あの池の手前に一回あの打つようになります、はい、でもまあ池まではまだ そこそこ距離ありますので、はい、でもこれもアゲンストですからね。はい、アゲンストですね。いや、こんなには絶対飛ばないですもん。多分普段よりかボールに行くまでたくさん歩いてる感じだと思うんですよね。はい、普段はですね、そこら辺でね、あのピンクのティーぐらいの前後ぐらいで打つんですよ。なるほど、なるほど、はい、だから池の心配なんかここだとしなくていいです、2打目で。なるほど、今でね、180、90弱、まあ、一応年度もまあでもあの右広く U4 ぐらいでいいじゃないですかね。はい、U4 でします。はい、まだちょっと女の子がボール見つけてますね。そうですね、はい、大丈夫です。はい、ボールこれかなりライが沈んでますんで。ああ、そうです。でもやっぱね、あの僕らこの本当に6インチとかでね、はい、仲間内でやるわけですね。やるとコンペとかでノータッチってなった時にどう打っていいか分かんないんですよ。いや、今日はちゃんとやりましょう、はいはい、だから日頃からこういうとこはちゃんとやっといた方がいいですね。やっといた方がいいですよ。もう、いや本当にあの何だろう、仲間内のゴルフだと、はい、こういうのも OK って言っちゃうんですよね。はい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 、進行を考えて。なるほど、もちろん進行を考えると重要なんですけど、はいはい、ただコンペになるとじゃあこのゴルフが怖くなってくるんですよ。なるほど、なるほど。特に横からとか難しくて。難しいですね。そうですね、打ったことないわけですよ。いや、やっぱ普段からやっといた方がいいですね。はい、そうですね、はい、まあ、だからせっかくなのでこの沈んだライをしっかりウッドで、はい、
そうですね、はい、ただこういうところから打つ練習をすると、まあ、いわゆるダウンボローというかこう、そうですね、打ち込めるっていう、はい、まあ、ですから本当にもう今日最初に教えたように井上さんのもともとのアドレスは打ち込むことがほぼできない、はい、でこれをまず適正に直しても、うん、まずしゃくりたいから手がこっち来るんですね。それがこう構えて初めてこう上から打てるようになってきますので、アドレスだけ意識して、あとは距離だけ考えて、はい、今日のおさらいだと思ってこの難しいライですけどちょっと打ってみてください、はい、まあ、つま先下がりの、沈んでるライっていうのは、まあ、ゴルフではまあ最も難しいと思うんですけど、でもちゃんと下にこうベクトルが出ればしっかり上がってきますから。つま先下がりっていうことはクローズの方がいいってことですね。そうです、ちょっと覚えました。ちゃんと覚えてますね。ちゃんと覚えました。さすがです。やっぱり芸能のネタは忘れませんのと一緒ですね。いや最近年を取ってくるとですね女の子のグループとか男の子のグループがなんだみんな同じ顔に見えてくるんですよ確かに確かに。でこんなに好きなゴルフも、はい、もう黄金世代とかもうねプラチナになるとね、はい、みんなが同じ顔に見えてでもそうですよね。井上さんの年齢で若いああいうグループアイドルグループとかを覚えるって容易じゃないですよね。容易じゃないですね。あの、はい、AKB48 の神セブンと言われる、はい、あの人たちの時は大丈夫だったんですけど、あ、だから女子プロも、はい、そうですね、それこそ有村千恵ちゃんとか、はい、あ、もうちょっと原江里奈とか、江里奈ちゃんとか上田桃子とか、 あそこら辺はもう全然 OK で、はい、道端で会ってもすぐ分かりますけどそうですよね、はい、僕でも分かんないですもんはい、じゃあお願いします。はい、一応ね池届かないんで池のど真ん中狙っていきましょう。はい、そう、若干右足半歩引いてあとはしっかり下に振ります。で 目線は右じゃないですよ、まっすぐ真上ですよ。そうですね、ちょっとでも横から見ようとした瞬間チョロしますからね。はい、まっすぐ見てしっかり下にクラブ振ってください。あの芝を掘りに行って大丈夫です。どうですか、なかなか掘ろうと思っても掘れないですよね。頭叩いてますね。はい、もう一球いきます。はい、もう一球どうぞ。ちょっとここら辺に沈めます。はい、ちょっと沈んでいただいて、はい、 OK です。あ、これ沈んでないですね。これぐらい沈んでましたね、はい、わ、こう、なのでもう右手を右の肘をしっかり下に伸ばしながらしっかり芝を削ってくださいで今の悪くないんですよ。あれでクラブちゃんと動けば、はい、あのクラブがちゃんとターンすればあんなに深く入らないんですけど、そのままただ落としただけだとは分からないんですね。あ、なるほど、はい、だから逆にこうやって届いてることは逆にウェルカムなんですよ。ただクラブが動いてなかっただけなんですね。これが下に振りながら腕をリリースしないといけないんで、そう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 、そうやってしっかり腕が旋回したらそうやって深く入りすぎないですから。そうです、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 ですね、はい、そういうことです。ただ1球目のあのトップよりかは2球目のミスの方がはるかにちゃんと遠心力入ってるんでいいんですけど、はい、ただそこでやっぱ面を作りるとあってこうダフってしまうんで、はい、ちゃんと動かして、いや動いてないってことですね。ちょうど200です。まあちょっとアゲンストもありますしね。まああのせっかくなんで練習しましょう。はい、じゃあクリーク打ちますね。はい、ここの後で練習しましょう。はい、まあ、じゃあちょっとアドレスだけ一回取ってもらってですね、はい、これもまあ当然つま先下がりですね。はい、でフェース面はこれがまっすぐです。そうですね、これを癖つけないとダメですよね。そうです、こうですね、うん、でこれで右足をちょっとだけ引きますね、はい、で左の股関節にちょっと体重を乗せておいて、はい、このセットアップだったらしっかり当たります。あ、だから結構普段から足に力入ってる感じもあると思うんですね。はいはいはい、はい、そうです。このセット、ちょっともう一回自分でやってみます。はい、こうやっていってこういってはい、いいと思います、いいと思います、いいと思います。こうですよね、はい、もうちょっとボール右でもいいですけどね。そうですね、はい、ちょっと左すぎますかね。はい、はい、はい、あ、だいぶ、あ、もうバッチリですね。それで、はい、行きましょう。はい、バッチリですね。
バッチリですね。ナイスショー。はい、それでいいんじゃないですかね。で、はい、ちょっと右に行って最後に行ってるのは、はい、傾斜を考えてないからです。あ、そうですね、はい。まあ、この左足下がり、つま先下がりはちょっとあって右出ますけど、はい、でもあんだけ球上がればもう僕は100点だと思います。ありがとうございます、はい、ナイスショットでした。十分じゃないですか、あんだけ上がれば、はい、あんな球見たことないですよだってでも5番ウッドってあんなに球が上がるんですね。上がります。普段かぶせすぎなんですいや、よくあの女子プロの5番ウッドとかを見てて、はい、なんであんなに球上がるんだろう。いや、でもそのぐらい上がってますよね今。ああ、いや、はい、だからいつも思ってたんですよ。かといってそんなにむちゃくちゃヘッドスピード速いわけでもないじゃないですか。そうですね、そうですね、はい、いや、きっとクラブがプロのクラブはいいんだろうとでもやっぱり井上さん、やっぱりロフトをやっぱりかぶせすぎなのと、あとアドレスが右ずれすぎなので2つですよね。物理的に上がる構えになってないんですよね、はい、そうですよね、はい、アイアンとかでもそうですよね。そうです、そうです。アイアンがなぜ球が低いかというと、はい、そうですね、ですよね、はい、でそれが多分癖で自分で上げるような動きに自然となっちゃってたんだと思います、ね、全部持ち上げてるんですよ。そうですね、はい、クラブは、はい、あのアイアンのハンドファーストっていうのも、はい、やはりさっきみたいな形で、そうです、そうです、はい、構えられた方がいいと思います。よく言われるんです、僕ハンドファーストにしてるよって言ったら、いやいや、それハンドレートだよって。ああ、なるほど、なるほど。それは絶対間違いないですね。ハンドファーストに打とうと思うんじゃなくて、ハンドファーストに自然となる構えにしとけばいいんだからって。そうですね、言われるんだけど、それがなかなか、はい、いや、でも右行きましたけど、まあまあ結構近くまで来てるんで、はい、そうですね、はい、まあ、これぐらい距離出てれば池越えですし、はい、まあバンカー越えになったのはそうですね、まあアゲンストで今ピンまで200だったんで、はい、縦距離にはやっぱり多分20ぐらいショートしてるんで、うん、180ぐらいアゲンストで、はい、飛んでますね。また難しいですね。また来ましたね、さっきの復習のようなライですね。もうこういうのを何回入れたことかいやー、これはあの6インチだと楽なんですよ、ここら辺にそうですね、ここに置くだけでも違う、はいはい、これをちょっと58度で、これは58ですよね、はい、これはさすがにちょっとバンカー越えてからピンがそんなに距離がないので、はいはい、あのさっき僕の靴をですね、トンと打ったイメージで、はい、トン、そうです、僕の靴を打ったイメージ、 そのイメージでボール打ってみてください。はい、 OK です。で、ピンの、1メーター半ぐらい右狙った、ちょっと最後フックラインですから、はい、おー、まあでも OK じゃないですか。ちょっと右行っちゃいましたけどね、十分だと思います。まだ今のでもちょっとフォロー取りすぎですけど、はい、あの少なくともクラブ回してるから、ざっくりには、極端なざっくりにはなってないと思うんで。いや、もう僕このライからあれ打てたらもう上出来ですそうですね、ちょっと僕が高いところ求めすぎましたね、はい、アマチュアとしてはもう100点だと思います。あ、もう、はい、上出来です、ありがとうございます、はい、ナイスアプローチでした。これですね、そうやってしっかりインパクトすることが大事です。やっぱ今までがこうなってるんですね。今までしゃくり上げてますね。はい、分かりました。はい、まあでもしっかりこう長いロングも保温できてますので、はい、こうやってこうやっぱり最低ラインをずっとクリアしてくると、はい、ボギーペースで回れるんで、どっか1個パー取れば80台できますからね。いや、そうです、はい、いや、ここが保温できれば、はい、もうあれじゃないですか、もう奥様にお前もっとしっかりやれって言えるようになるんじゃないですか。いや、もう全然僕の方が上だと思いますけど、はい、本当ですか、はい、分かりました。はい、はい、まあ大きい声ではいないから言えます言えるんですけどさあ、これも結構もう競輪のバンクのようにこうすごいですね、はい、かなり傾斜ありますので、まあ本当にもう1メーターぐらいは切れると思います。うわお、うん、さあ、かなり膨らませますよ。そっから行くんですけど弱いですね。
やばいですね。はい、ちょっと弱かったです。うん。これはちょっと悔しいですね。そうですね。はい。あのやっぱりこう最後下ってますけど、そこまでの上りがやっぱり多分まんま見えてないんだと思うんですね。そうですね。上ってますもんね。で、大きく曲がるラインっていうのは、はい、最初はすごい上りに向かって打つわけですよ。はい。そこだから、どうしても最後バーっていくのをイメージしすぎると登り切る前に手前にこうなってしまうんですね。よくあります、はい、だから実はすごい曲がるラインってめちゃくちゃ上りなんだっていうふうに思わないといけないですよね。あ、はい、そうですね。これは今度純粋な下りのフックです、はい、やっぱりカップ2つぐらい距離合わせれば切れると思います。惜しい。でも今のいいストロークでしたね。あ、でも今のやはりこのハンドファーストにこうするっていうので、はい、クラブが自然に出ていくって感じは、そう、今テイクバック今日一番スムーズに上がりましたね、はい、あまり意識しないで勝手に上がっていくっていう。そうですね、はい、はい。あ、でもナイスパットでした。ありがとうございます。はい、じゃあ最後入れてください。はい、はい、ナイスです。はい、ということでどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、まあ9ホールずっと練習場から見させていただきまして、はい、まあ最初にご指摘したのがやっぱりアドレスのズレですね。やっぱりラウンドしながらやっぱり所々やっぱりフェースがちょっとずれてたりとか、あとはその手のポジションが変わってたりとか、うん、あとはもうボールとの距離が少しずれてたりとかっていうのは、まあスイングというよりかはどちらかというと気をつけるところなので、はい、振り方自体はやはりこう振り切るってことがまず一つのテーマではありますけども、うん、どうですかね今日一日。いやー、なんか自分自身ではかなり学んだこと多くて、はい、なんか目から鱗みたいな感じで、はい、今更ながらなんですけど、なんか上手くなった気がするんです。それが大事だと思います。それが大事だと思います。はい、次のラウンドがすごい楽しみです。はい、まあでも先ほど奥様も、うん、人一ショット、はい、人生一ショットだって言ってましたんで、はいはい、あのドライバーですね。あのドライバーですね、はい、分かりました。まあ、微力ですけれども、はい、プロゴルフ界のために、はい、尽力しようと思ってますね。本当に今男子ツアーちょうど今日ね、実はマスターズの3日目。そうですね、いよいよ明日松山が勝つかどうかっていう、まさにその日ですけども歴史的な日になるかもしれませんよね。そうですね、はいはい、ぜひ今後も男子ゴルフ界も含めてですね、はい、ご了解のためにいろいろちょっと発信をお願いできれば。はい、僕が発信できることをやりますんで、はい、なんかいろいろお願いします。はい、こちらこそ今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。